メソンはビルド自動化のためのソフトウェアである。メソンの全体的な目標はプログラマーの生産性を向上させることである。メソンはアパッチライセンス2.0の下で公開されているフリーかつオープンソースのソフトウェアであり、Python で書かれている。メソンは Python で書かれているので、MacOS を含む UNIX 系オペレーティングシステム、Microsoft Windows などの それ以外のオペレーティングシステムでネイティブに動作する。メソンはプログラミング言語として C 言語、CD 言語、Objective、C Objective-C、Fortran Java-C、b o l a トに対応しており、ラップと呼ばれる依存関係を処理するためのメカニズムを持っている。メソンは GNU コンパイラコレクション、クラングマイクロソフト、ビジュアルスタジオなどに対応している。 メソンは直接ソフトウェアをビルドするのではなく、Linux では、Ninja、Windows では、Mess ビルド、MacOS では、X コードのような低レベルなビルドシステム用のビルドファイルを生成するテンデックメイクと似ている。メソンによってビルドファイルを生成後、低レベルなビルドシステムによって実際のビルドを行う。メソンは3外ビルドにのみ対応しているので、ビルドによるべての生成物は、 ビルド用のディレクトリに出力される。クメイクはデフォルトではメイク用のビルドファイルを生成するが、メソンは忍者用のビルドファイルを生成する。クメイクで忍者用のビルドファイルを生成する場合は、クメイク G 忍者を実行する。メソンの設定ファイルは Python に似た構文になっている。メソンを Python 以外のプログラミング言語で再実装することができるようにするために、 パイソン自体とは異なる。メソンの設定ファイルは意図的にチューリング完全にならないように設計されているので、プログラムを記述することはできない。その代わりにメソンが対応していないプログラミング言語でカスタムビルドターゲットを定義することができる。メソンの設定ファイルは強い片付けなので、ある組み込み型が別の組み込み型に暗黙的に変換されることはない。 特にメイクファイルとは異なりリスト型は空白で文字列を分割することはない。したがってファイル名やコマンドライン引数に空白やその他の文字が含まれていても適切に処理される。他の一般的なビルドシステムと同様に正しい増文ビルドは高速なビルドのために最も重要な機能である。元のメイクとは異なり 個々の設定段階においてコマンドライン引数、環境変数、コマンドの出力が次回のビルドでは部分的には適用されないことが保証されている。これは古いビルドにつながる。忍者のようにメソンはソースファイルのグローブには期待応である。すべてのソースファイルをビルド定義ファイルにリストすることを要求することでビルド定義ファイルのタイムスタンプは ソースファイルが変更されたかを判断するのに十分であり、これにより削除されたソースファイルを確実に検出することができる。クメイクはグロブに対応しているが、上記の理由からグロブを使用しないことを推奨している。メソンはインストールされていれば CCA クを自動的に使用する。また、アビに変更がない場合、共有ライブラリーのシンボルテーブルへの変更を検出し、 ライブラリーに対する実行ファイルの再リンクをスキップする。プリコンパイル済みヘッダーに対応しているが、設定が必要である。デバッグビルドはデフォルトでは最適化が行われない。メゾンの明記された目標は、現代的な開発実習を促進することである。そのため、メソンはプログラマが対応しなくても、単一、ビルドコードモ羅ラ率、リンク時最適化を行う方法を知っている。 クメイクと同様に、メソンは主にパッケージコンフィグを使用して、外部の依存関係を見つける。依存関係の解決はユーザーが行うので、これ自体は依存関係の解決策ではない。別の方法として、依存関係にある他のメソンプロジェクトをサブプロジェクトとして取り込むかリンクすることができる。この方法は、一般的な依存関係の場合に、ソフトウェアの肥大化につながるという欠点がある。 Linux パッケージ作成者が好む妥協案は、サブプロジェクトを外部の依存関係の代替として使用することである。問題は、メソンがメソンサブプロジェクトだけに対応していることである。一般的な依存関係の場合、ラプドブサービスからメソンビルドをパッチとして適用することで解決する。クロスコンパイルには追加の設定が必要となる。メソンプロジェクトの外部にある。 別の設定ファイルの形式で対応している。GNOME プロジェクトでは、配下のプロジェクトをメソンに移植することを目標としている。2019年7月現在、GNOME シェルは、オートツールズを放棄しメソンのみを必要とするようになり、GTK、グリブグストリーマーなどの中心的なコンポーネントは、メソンによってビルドすることができる。システム D は、バージョン234で、 オートツールズを放棄して以降、メソンに依存している。メサはバージョン19.10でオートコンフを放棄し、以降のバージョンではビルドにメソンが必要となった。その他のメソンを使用するプロジェクトについては公式ウェブサイトにて確認することができる。ありがとうございます。